沢木隆の、百回図鑑の、塗り仏、十世巣五六より、塗り仏熊本県八代市の松井文庫所像、百鬼夜行絵巻より、黒棒、ガト百鬼夜行より、塗り仏、川鍋共祭、共祭漫画より、塗りふっつ塗り仏と,とは、沢木講氏の、百回図鑑などの江戸時代の日本の妖怪絵巻にある、妖怪。鳥山石園の、ガト百鬼夜行にも描かれている。 体の黒い坊主の妖怪で、両目玉が飛び出して垂れ下がった姿で描かれている。どの資料にも一切の解説文がないため、どのような妖怪を意図して描かれたものかは不明である。江戸時代の絵巻物などや S 五六、十回数五六には、塗り仏あるいは、塗りフッツとあり、長い髪の毛のようなものが、背面に描かれている。百回図�では、魚の尻尾のようなものが、 背面に描かれている例も見られる。川鍋京祭、京祭百鬼画壇では、名称の表示はないが、絵巻物の塗り仏と,と同型の両目玉の飛び出たフッツの姿をした妖怪が描かれている。小田豪と百鬼夜行絵巻では、黒棒という名称で描かれている。絵巻物などや S56 に描かれている塗り仏らと姿は同じであり、両目玉が飛び出して垂れ下がっている。 黒棒は、道絵巻に登場する妖怪としては一番先頭に描かれている。江戸時代の随筆、気有蘭に惹かれている古方言元信が描いた、化け物絵に描かれていたとされる妖怪の中には、塗り仏という名称が確認できる。鳥山石縁、ガト百鬼夜行では、仏壇の中から出現している姿が描かれている。仏壇が塗り仏の絵画に描き添えられているのは、 石炎のガト百鬼夜行のみであり、石炎がフッツという連想から配置した構図なのか、そのような組み合わせが一般的に連想される存在であったのか、意図は不明瞭である。絵巻物などに見られる既存の妖怪画に言葉書きを添えて制作されたと考えられる妖怪絵巻、化け物尽くし絵巻では塗り仏を参考にしたと思われる絵が転用され、 海坊主として紹介されている。言葉書きによれば、その海坊主は、さぬき国志戸の裏に出現し、釣り人を食べて骨ばかりにしてしまったが、多くの人々が計略を立てて、これを打ち殺した、とある。昭和、平成以降の妖怪に関する文献では、容姿や名称から、仏壇から突然現れ、目を飛び出させて人を脅かす。 仏壇から飛び出しの化け物の層に襲いかかるなどの説がある。民族学者、藤沢森彦は、妖怪画断然週2本編に、挿絵として掲載した石炎の塗り仏の絵に、鬼没精霊としての塗り仏の回というキャプションを添えている。ありがとうございます。